毎日ポジティブ。はい、ポジティブ18年スーパーポジティブティーチャー福でございます。さあ今日のお話なんですけども、今日はですね、掘れば掘るほど綺麗な井戸水が出るというですね、お話をしたいと思います。まあ、この言葉もね、ある本を読んでですね、書いてあった言葉なんですけども、まあ、すごくね、僕共感する言葉だなと思いました。で、これ解説ね、どういう意味かといったら、井戸水ってね、掘ってすぐ出る場合もあるんですよ。ただ掘ってすぐ出る水というのは、土やですね、泥が混じって綺麗な水じゃないんですね。ただ深く深くまで掘り続けていって出てくる水というのはすごく綺麗な水が出てくる。深ければ深いほどと。まあ、これはね、いろいろ自分の実際やってる仕事かもしれないし、趣味のことかもしれないですし、自分が習っている剣道だとか、まあ、サッカーでもいいし、バスケットでもいいし、深く深くやり続けるからこそ自分の技術も上がっていくし、まあ、これがもし会社だとしたら、誰でもね、できるところまでやったら誰でも同じ結果、似たような結果が出る。だけども、もっともっと深く掘り下げることによって他社が真似できないぐらいの精度の新しい製品ができる。まあ、これもね、原理としては同じですよね。深く深くやり続けて諦めないこと。ほとんどの人が途中で諦めるから深く掘れない。でも諦めずに深く掘れば掘るほど、他社の競合他社がいなくなって自分だけの綺麗な水が手に入ることができる。昨日ですね、このポジティブ居酒屋貸切りの営業だったんですけども、まあ、そこで来ていただいた方がインフルエンサーと呼ばれるインスタのね、フォロワー数が最大で200万人ぐらいね、いる方が来てくださったんですよ、このポジティブ居酒屋に。で、貸し切りのいつものね、僕の全力を出して、で、最後にですね、そのインフルエンサーの方々がね、年間もう300店ぐらいいろんな飲食店を見てきました。だけど、ここほど変わってる店はないと、いうふうに言ってくれたんですよ。こんな店初めてだと。で、これっていうのはもしかしたら僕がこのポジティブというものをですよ、掘って掘って掘りまくって、で、居酒屋というものにして、そこからもまたさらに掘り込んで掘り込んで、そして今のこのポジティブ居酒屋思いやりというこの形になった。これっていうのはきっと他では真似できない、一朝一夕では真似できないような、そういう今状態にこのお店なってるのかなっていうのはすごくね、嬉しいなと思ったとともにね、まだまだ掘っていこうと、もっともっと突き抜けて、そしてもう誰も真似できない、もう唯一無二になる、そういうふうにね、掘り続けていくことがきっと個人店が生き残るすごく大切なことなのかなと思いますし、まあ、これからこのね、激動の世の中を渡り歩いていくためにはきっとね、掘り続けていく、それが勉強だったり技術だったり知識だったり、そうすることで他の人よりも一歩二歩三歩前にさらに進めるんじゃないかなと思ったので、今日はですね、掘れば掘るほど綺麗な井戸の水が出るという話をさせていただきました。ということで、以上、毎日ポジティブ。ご視聴ありがとうございました。